そうですね、まあ、結局、ね、チャンピオン取れずに負けてしまいましたけど、まあ、でも毎戦毎戦、楽しくレースできましたし、緊張感持ちつつ、いいレースはできたと思います。まあ、来シーズンこそと言って、まあ、5回目とか6回目になるんですけど、まあ、4年連続ランキング2位取ったやつはいないと思いますので、まあ、僕も、まあ、それ4年取りまして、まあ、取って僕自身も成長できているので、来年は多分大丈夫です、はい。まあ、じゃあ今年応援してくれた方に、まあ、あと来シーズンに向けて一言お願いします。そうですね、今年も多くの方に応援してもらいまして、すごく新しい出会いがあったりしまして、僕自身もすごく感謝してます。来季で、ね、僕がチャンピオンを取って皆さんに恩返しできるように頑張ります。